ハローワールド、アイシャです。1分 Google スプレッドシート、今週は参照について扱ってまいりました。最終日の今日はインデックスマッチの裏技というのを見ていきたいなと思います。それでは早速見ていきましょう。学生証番号を入れたらいろいろ出してくれるスプレッドシートっていうのも便利でいいんですけど、今日は名前を入れたらいろいろ出してくれるスプレッドシートを作っていこうかなと思います。ですが名前の方が右側にあるので、今回 VLOOKUP は使えません。ここで活躍するのがインデックスとマッチなんです。まずマッチで鈴木ひなが何行目にあるかっていうのを探してやります。その行目を使って今度はインデックスを使って対応する学生番号を引っ張ってくるっていうふうにやると、名前から学生番号を引っ張ってくることができます。まず参照したいのは学生番号なんだから、インデックス学生番号と入れてやります。何行目が欲しいのってところでマッチの出番です。鈴木ひな名前の列と入れてやって、鈴木ひなの列数を探して1入れてやると学生証番号を引っ張ることができます。でスコアと評価に関しては昨日と同じように VLOOKUP で探してやればいいですよね。というわけでいろいろいじってみましょう。学生証番号を変えたらこっちも変わるし、名前を入れたらこっちも出てくるし、とこんな感じになりました。これで参照の参照編は終わり。まあ難しかったかもしれないんですけど、 VLOOKUP だけは覚えて帰ってください。めちゃくちゃ使うので。でインデックスとマッチに関しては、困った時にああなんかあったなと思って思い出してググっていただければ、まあ、それで十分かなと思います。はい、というわけで今週は終わり。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。じゃあバイバーイ。